ぜひこの立派な建物を利用して、多くの千葉県民、そして日本の国民をもっと台湾の今の現状、女性から見て台湾の物語、あるいは台湾の自然風景をぜひ紹介したいという目的でございますが、後ほどぜひ皆さん、時間を許す限りごゆっくりご覧ください。どうもありがとうございました。何代もね。